この度は友達の伊藤健太郎さんが誰あの今日から俺はツンツン頭の子です。伊藤役伊藤って名前やったあのキャラクターが伊藤なのも初めて知りましたけど、俺今日から俺はもう全巻持ってるし、なんやったら一番読み返してる漫画やから伊藤が伊藤なことに今びっくりしてるそうなんです。彼がなんと、引き逃げを起こしまして、あかん、それはあかんぞ。もうチョモもこうやって更生して今があるんで、引き逃げした過去があって今があります。チョモもね、そうや、うん、おーいしたことない、したことない当て逃げはよくあるそうです。当て逃げはされたことある人として、ハンドルを握る者として、その場から立ち去るというのは、一番してはいけないこと、僕らも普段からバイクに車に乗る人間なので、いつも人にはぶつからないように、他の車にはぶつからないようにと、でぶつかった際にはいつも110番119番できるような気持ちでいます。ああ伝わるかな。健太郎、買い物で迷ったらしいけど、そんなに店があるとこじゃないだろう、お前。買い物は阿佐ヶ谷で十分だ。だからちゃんと謝って俺らと一緒に もうなんでお前のために泣かなきゃいけないんだよ、本当に俺は恥ずかしいよ。ごめんね、ジョモちゃん、本当にごめん、感情が止まんないわだから一緒にやり直して一緒にアナル掘ろうよ。アナル掘れば買い物なんて行かなくてもいい今お腹鳴ったけど、アナルさえ知っちゃえば別に運転なんてしなくてもいいんだよ。まだ遅くはない。新世界一緒に行ってみませんか。チョモちゃん、今日から俺はのファンとして一言言ってやってください。またちゃんとハンドル握りたいならその前に握るもんあるやろ。頑張れ。とんかつ DJ あげ太郎にも謝れよ、お前。どんな映画なんだ、それ。内容が全く入ってこないわ、それ。伊藤健太郎。クルチョモチャンネルは、伊藤健太郎、応援してます。